待たせいたしました。11時57分発団体列車リゾート山鳥で巡る宮城山形福島湖、まもなく発車いたします。閉まるドアにお気をつけください。
その前、白髪の子ですよ。ああ、来週、来週、だんだん戻ってきたよ。ちょっと戻ってくんだよ。もう朝待つんだろう。いやな、もう朝だな。だからや、南東は結構あるんだけど、北東部ってあんまり格好としてないからや、持ってくんだから。持ってくんだから。でも面白くなるの。あ、ね、あ、なんか来年だから、あの引退だからやな、それがこうなっちゃう。今はなんか6年出たけどね、戦場員なしでね、まあ、半分で出たけどね。本日は京都山手にご乗車いただきましてありがとうございます。皆様、大河原の桜はいかがだったでしょうか。これから山形に向かいますが、山形にも有名な桜の小田区の一つ鹿島公園がございます。それではこれから山形県についてご紹介させていただきます。山形県は人口約90万人、全国第9位の93万ヘクタールの県土面積で、13市19町3村の35市町村があり、庄内、最上、裏山、奥多摩の4つの地域に分けられます。各エリアの方言や食文化をはじめ、それぞれ特色が異なりますので、各エリアごとに紹介させていただきます。まずは日本海側の庄内エリア、県北の最上エリアについてご紹介します。庄内エリアは主に高田、鶴岡からなる西3町で構成されており、東は出羽山町を境に県内陸部と、南は旭山地を境に新潟県と、北は鳥海山を境に秋田県と接するとともに、西は日本海に面しており、山と海に囲まれた庄内平野が広がる自然豊かな地域です。酒田市には酒田港があり、山形県唯一の離島富島へ船で渡ることができます。また現在酒田を代表する旧料理店で国の登録有形文化財となっている三能クラブでは、静岡県稲取市、福岡県柳川市とともに日本三大吊るし雛で有名な笠福が飾られています。10月下旬まで笠福特別展が行われておりますので、機会がありましたらぜひ立ち寄ってみてください。次に鶴岡市は善宝寺と呼ばれるお寺があり、貝髪の池に頭部が人の頭のように見える錦鯉、人面魚が以前一大ブームとなりました。また温泉地として有名で湯の浜温泉、安住温泉があります。安住温泉には朝市があり、安住カブと呼ばれる赤いカブの漬物が有名です。また安住地域は東北の江ノ島と呼ばれる美しい海岸、由良海岸があり、シンボルになっている白山島のシルエットと日本海に沈む夕日とのコントラストがとても美しいです。綺麗に澄んだ海と白い砂浜が続く由良海岸は日本の渚100選にも選ばれています。遠浅で波は穏やかなため、海水浴場100選にも選ばれています。そしてクラゲ展示種類数世界一で有名な加茂水族館もここ鶴岡市にございます。続いて最上地方ですが、四方を葉山や月山、加茂連峰など高く険しい山々に囲まれ、深い原生林が多く残り、樹齢1000年以上の天然杉が群生する全国でも有数の巨木の里として知られております。また出羽山地を東西に貫く最上峡の雄大な自然の中を船で下る最上川船下りは、四季折々に美しい表情を見せる最上峡の絶景を満喫するとともに、義経伝説、魔性の足跡に出会えるのも魅力の一つとなっております。
小田見エリアの桜の満開時期はゴールデンウィークあたりだと言われております。桜の名所であり新庄城市でもある最上公園では毎年この時期新庄門焼き祭りが行われます。門とニシンのことで春になると、門とはニシンのことで春になると産卵のために北方の海に姿を現すことから春告げ魚とも呼ばれております。そして新庄市の隣町長田町では大きくて生でも食べられる長田マッシュルームが有名です。栽培工場に隣接するレストランもございます。ぜひこちらも一度食べてみてください。次に無駄山エリア、沖玉エリアのご紹介をいたします。無駄山エリアは山形市を含む山形県の中心エリアです。他、開湯1900年を超える蔵王温泉をはじめ上の山温泉、天童温泉、東根温泉や連続テレビ小説おしんで有名になった銀山温泉がございます。銀山温泉は外国人にも人気の観光地ですが、最近は SNS の影響もあって年齢問わず常に賑わっております。続いて天童市は将棋の町として参りますが、この先奥日川から面白山高原の区間はトンネルが続きます。山形県に入ります12時50分過ぎにまたアナウンスさせていただきます。それでは車内にてごゆっくりお過ごしくださいませ。
島の岩肌やお寺など見えますでしょうか。山頂まではなんと1015段の石段が続きます。皆様、山頂まで歩いてどのくらいかかると思いますか。実際歩いてみると、上りは約1時間、下りは1時間半ほどかかります。あれ、帰りが長いですね。なぜでしょうか。行きはひたすら上り、疲れ切った下りは皆様お気をつけください。膝が笑っております。行きはよいよい、帰りが怖いとはまさにこのことですね。
の方が線路幅が広くなっております。列車はあと10分弱で山形駅にご到着いたします。右手をご覧ください。こちらは花城公園の桜でございます。今まさに満開を迎えております。花城公園は山形駅西口より徒歩15分ほどになりますので、もしこの後お時間がございましたら行ってみてはいかがでしょうか。それでは間もなく山形駅到着です。見えてきます高層ビルが花城セントラルビルでございます。地上24階建て、最上階には展望フロアがございます。こちらも時間がありましたら行ってみてください。まもなく山形駅5番線ご到着です。お出口は右側でございます。仙台駅より駅旅コンシェルジュ山形の地下と東海林がご案内させていただきました。停車時間1時間ほどではございますが、山形滞在をお楽しみください。
Thank you.
川は水源を奥羽山脈の関山峠付近に持ち、名取川と合流した後、仙台湾に注ぎ込むまで仙台市内流域で完結する都市内河川です。中流域の段丘面に市街地があることから発達した瀬谷淵、自然崖とそれにより育まれる河川生態系を都市内で間近に見ることができる数少ない河川であるとも言われています。ありがとうございました。まもなく終点仙台、終点仙台です。6番線に着きます。お出口は右側です。車内にお忘れ物なさいませんようお気をつけください。ご利用くださいましてありがとうございました。